義式は原宿に機関店を構えるアパレルブランド。姉妹ブランドは小萩。デザイナーは尾形義氏。デザインフェスタの販売などを経て、2004年には女性ものブランド小萩をラフォーレ原宿のチャレンジショップにて開始。2005年に現在の原宿で路面店をスタートさせる。2006年にはミスユニバース日本代表に赤揃えの甲冑を提供し、 ナショナルコスチューム部門で最優秀賞を受賞した。2007年の同大会でも2年連続となるナショナルコスチュームデザインを務め日本代表森道代の優勝へ貢献した。しかし2009年のミスユニバース日本代表となった宮坂エミリの衣装ではピンクのがアーターベルトと下着がロになったような下半身向き出しの姿に下品が売春婦のようだと 批判が殺到。制作に関わった老舗五服屋や折本も、竹がこんなに短くなると知っていたら、帯を貸さなかったの担当者と激怒したが、尾形義史代表は、同年7月24日付のブログで、日本人女性には西洋の女性に勝る色気や大胆さがあると反論。セレブファッションコメンテーターという肩書きの木村勘らも外国人にとって日本は、 芸者のイメージがあり、海外受けが良いと擁護。賛否両論の騒動に発展した。また、異業種とのコラボレーションにも力を入れており、三岡自動車の和製スーパーカー、ダイジャとのコラボレーションを果たした。ありがとうございます。